インキャットは、オーストラリアのタスマニア州ホバートに本社を置く、造船会社で、主に高速総動船を建造している。前身は1972年に、ロバート・クリフォードが設立した会社で、1977年に、インターナショナルカタマランタスマニア社が設立された。1983年には、造船技師、デザイナーのフィリップ・ハーカスが開発した、波浪貫通型総動船。 商品名、ウェーブピアサー、リートルデビルが建造された。これは、全長8.7メートルの小型実験艇であったが、1985年には、全長27メートルの旅客船、スピリット・オブ・ビクトリアが建造された。1987年に建造された31メートル型の、タシー・デビル2001はその後のウェーブピアサーのプロトタイプとなり、 1988年には37メートル型が建造されたが、これらはまだ旅客のみを運ぶ旅客船であった。また1988年はじめにはフィリップ・ハーカスがインキャットからスピンアウトし、設計会社インターナショナルカタマランデザイン社を設立した。1990年には旅客だけでなく乗用車も積載可能な74メートル型カーフェリー。 ホバースピード、グレートブリテンを建造、導線は、その高速性能で38年ぶりに記録を更新し、ブルーリボン賞を獲得した。その後、インキャットでは78メートル型、81メートル型、86メートル型、91メートル型、96メートル型、98メートル型、112メートル型と、さらに大型化した。 ウェーブピアサーのカーフェリーを建造しており、112メートル型のナッチャンワールドのように、日本でも同車線が導入されている。また商用だけでなく、ジョイントベンチャーや、スウィフトのように軍用の高速輸送艦としての運用例もある。ナッチャンワールド、ジョイントベンチャーあかね。ありがとうございます。